ゴルゴ13。ゴルゴ13。どういう意味だ。イエスを裏切って茨の冠をかぶせ、ゴルゴダの丘で十字架にかけた13番目の男ということか。殺しに徹したプロフェッショナル、あとは一切不明の謎の男、ゴルゴ13。一体何者なのか。